はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、こちら、ヒューガルデンホワイト。また、外国のビールです。生きた酵母に加え、瓶内で二次発酵させた自然な濁りが特徴です。オレンジ、コリアンダーの香りがあり、爽やかな酸味が楽しめます。ああ、またこれ系のやつか。ああ、またなんか、似たような。あ、これ発泡酒ですね。これ生ビールというかビールではなく、発泡酒に分類されるらしいです。原材料が、麦芽とホップと小麦と糖類とコリアンダーシードとオレンジピール。ああ、いろいろ入ってんだな。あ、オレンジピールまで入ってんだ。麦芽使用率が 50% 以上。アルコール度数が 4.9%。容量が 330ml。原産国がベルギー。注ぎ方が書いてあります。グラスを冷水ですすぎ、まず3分の2を注いで、瓶を回し、沈んだ酵母まで残りを注ぎ入れます。と書いてあります。なるほど。それでは。もう3分の2入れた時点でもグラスいっぱいいっぱいになる。まあいいか。うん。ちょっとホワイトっぽい色が。またこういう味かな、もしかして。またデュベル系のあれかな。ペールエール的な、あのあれか。もうオレンジの味のビール。柑橘味のビールも飽きたんだけど。マジで。ああ、もうちょっと変わり種ねえかな。もうなんかさ、俺が飲んだことないような味のさ、ビール。もうまずくても構わん、この際。まずいっていうか、そのまずいっていうかさ、もう変わり種っていうかさ、そのなんかこう、違うんだよ。まずいんじゃなくて、まずくてもいいんじゃなくて、なんかこう、ってこんなビールあったのっていうビール。もう全部似たり寄ったりなんだもん。あの、あれ以外で、あの、なんだっけ。指名ビール。指名ビールは良かったっすよ。指名ビールはね、うまかった。あれは、あの、あれだったけど。似たり寄ったりじゃなかったから良かったけど。デューベルももう完璧にもう飲んだことあるもんな。それ乾杯。あ、でもこれは、ん？あ、なんだこれ。これちょっと変わり種じゃない？これ値段いくらだったっけ？ 300 円ぐらいだったっけ？あ、なんか変わってるこれ。苦くない。苦くない系統のやつだ。ああ、なんだろうこれ。これは飲んだことないな。これ俺飲んだことないぞ。これ俺飲んだことない。この感じ。なんだこれ。なんだろう。この感じ。なんだこの味。飲んだことないな。なんと表現すればいいか。とりあえずググる。俺のあの辞書にはこんな味のあれはない。俺の脳内に表現できるあれはないです。文字列はないです。
世界各地で愛されるホワイトビールといえば、このヒューガルデンホワイトです。小麦を使った淡いイエローのビールは飲みやすくて爽やかでフルーティー。初めて飲むベルギービールとしてもおすすめです。小麦系のビールか。それにしたら結構変わった風味してるね。小麦から生まれたホワイトビール。大麦麦芽に小麦を加えて作るのがホワイトビール。ヒューガルデンホワイトはそこにコリアンダーシードとオレンジピールを加えます。さらに生きた酵母を瓶内に入れる二次発酵。そのコリアンダーピート?違う。コリアンダーシードとオレンジピールの味か。オレンジピールはまあなんとなくわかるけど、コリアンダーシードは知らん。知らんが多分その味なんだろうな。なんかこう、風味、香り?香りがおかしな香りするね。うん。俺が今まで嗅いだことない香りするわ。なんか、不思議な香りする。当店はもちろん国内のベルギービールでは一番人気がある銘柄です。嘘。ベルギービールジャパンというサイトを見てますけど。フレッシュでフルーティーな味はアルコール度数高くなく、キリッと冷やして飲みください。ベルギーで飲まれているスペシャルビール、ピルスナービール、加盟発酵に対してスペシャルビールは常名発酵。の中でも 20% のシェアがあり、ホワイトビールのジャンルにおいてはなんと 75% のシェアを誇り、全生産の 30% は海外の50の国々に輸出されてます。はぇ、マジで?常名発酵の 20% のシェアがあるの?これヒューガルデンホワイト。マジかよ。原材料にミネラル豊富な水、麦芽モルト、小麦ホップの他にコリアンダーやオレンジピールなどスパイスを使用し、フレッシュ&フルーティーな味わいが楽しめます。一切ろ過および加熱を行わず、瓶詰め時にも二次発酵用の酵母と少量のシュガーを加え、瓶内発酵もが行われ、熟成が楽しめるビールです。こんなに売れてんのか、これ。個人的には、って感じだけど。まあでも飲んだことない、この香りはすごい。と、なんか、この香りは、嗅いだことないね。ウィキペディア見まーす。ヒューガルデンホワイトはベルギーのブリュッセルの東にあるヒューガルデン村を発祥とするホワイトビール。現地での発音はフーハーデンビットに近い。大麦、小麦、ホップを使った常名発酵で醸造されるエールビールで、苦味は少なくコリアンダーやオレンジピールによるほんのりスパイシーで爽やかな飲み口が特徴。色は乳白色がかかった、淡い黄色。アルコール度数 4.9%。あのね、デュベルとかに比べるとね、全然ね、オレンジの香りが少ない。ほとんどない。オレンジの香りっていうか、柑橘系の味っていうか、そこらへん。全然ないですね。ろくに書いてねえや、なんか。14世紀に、ヒューガルデン村でホワイトビールが作られるようになってから、ピルスナー、20世紀でピルスナーの人気に押され、ヒューガルデン村の周辺のホワイトビール醸造所が次々の閉鎖。1957年に途絶える。
そして1966年にヒューガルデン村出身で当時牛乳屋だったピエール・セリスが廃業したレモネード工場を買い取り、醸造所としてホワイトビール作りを再開。村の名前にちなんでヒューガルデンホワイトと名付けて販売し、ビジネスな慣れをしていた当時の人々に斬新な味として人気を得るように。1985年に醸造所が火災に遭い、ピエール・セリスの財力で復興が困難だったため、インタビュー社、現在、インベブサの笠下に入る。これ笠下って読むのか、なんて読むのか俺わかんない。グーってみるか。これ笠下って読む。参加って読むの。あ、参加。参加って読むんだ。知らなかった。2002年に瓶の形状、ラベルが変更される。2005年から2006年、ヒューガルデン醸造所に転移。閉鎖に際して問題が生じ、一時的に品薄状態になる。うん。なるほど。ただこれかなり薄いビールですね。簡単に言うと。かなり薄い。香りっていうか、風味全体が弱い。弱いんだけど、やっぱりちょっと変わった香りがするんで、でもすごい軽いですね。なんかアメリカンラガーみたいな感じの軽さがある。うん。軽い。ものすごい軽い。で、飲んでてもすげえなんか水っぽい。ものすごい水っぽい感じ。うん、炭酸弱いですね。炭酸が微炭酸。小麦ビール、小麦ビールっちゃ小麦ビール。でも小麦ビールってこんなもんですよ。確かに。風味が弱い。で、刺激も弱いっていうか炭酸が弱い。うん。うん、そんな感じで、なんか、なんていうのかな。こう全体的に、もわもわーっとしてる感じの味。ピシッと決まってない味。もやっとしてる味だね。簡単に言うと。もう多分俺にしかわかんないかもしれないけど。少なくともこう、もやもやっとしてる感じの味。シャープじゃないんだよ。マイルドな感じ。小麦ビールの特徴としてマイルド。だから全然苦くないし、口当たりもいいし、マイルドで、喉越しもマイルド。全体的にマイルドに収まりつつ、ほのかにこう香ってくるみたいな。そんな感じ。うん。いや、でもこれはデュベルに比べると全然買う価値はあるね。これは。俺、小麦ビールって言うと、まあ、銀河高原ビールが思い浮かぶけど、銀河高原ビールに比べて、こっちの方がやっぱり、特徴的だね。うん、特徴的。香りがやっぱ特徴的だから。まあ、ただこれは、まあ、お世辞にもうまいとは言えないね。うん。
うまいですっては言えない。ビール。まずくはない。まずくはないけど、うまいって言うこともない。だよな。多分このコリアンダーっていうのが、まあコリアンダーっていうなんか、種、種子。スパイスかなが加えられてるから、特徴的なんだよね。やっぱね、香りがね。うん。コリアンダーシードっていうの、いわゆるコリアンダーってやつの種でしょ？シードは種だから。で、オレンジピールはオレンジの皮でしょ？でも、オレンジピールが加えられてるに、くせに全然オレンジの香りそんなにしないもん。するはするけど。ほんのり香るぐらい。デュエルに比べると全然ない。うん。うん。まあ、小麦ビールの、皆さんが思ってる小麦ビール飲んだことある小麦ビールの感じの、よりちょっとスパイシーっていうか、そうだね。やっぱコリアンダーのその香りっていうのがまあ独特な味を醸し出したビールかなと思います。だって俺小麦ビールなんて俺ほとんど飲んだことねえよ。銀河高原ビールとあとなんかもう覚えてねえけど。そんぐらいだろ。しか飲んだことない上に大して俺好きじゃないの。小麦ビールっていうかホワイトビール好きじゃないから。あんまり。なんかこう、はっきりしない味わいだからね、あんまり好きじゃないんだよね。まあでもこれは、うん。なんだろうなーっていう香りがするんで。これは、飲んだことない人は、一回どんな味かっていうのは、ちょっと試しに飲んでみてもいいんではないかと思います。これはね、香りがやっぱり特徴的だから。うん、ただ香り自体のその総量としては強くないんですよ。苦くもないし。かといってコクがあるわけでもないし。うん。まあ、全体的に。まあ、俺は三つ星つけか。まあ、こんなもんですかね。でも、まあ、特徴的なビールではある。3333です。ご視聴ありがとうございました。